今大会主催は日本ジェットスポーツ連盟岸和田会館ベイサイドモールの主催で行われております。詳細は大阪府マリンスポーツ普及協会です。そして講演いただきましたのは財団法人マリンスポーツ財団、協力はマリンクラブ大阪、財団法人海上保安庁、海上保安協会岸和田支部のご協力を得ています。さあ、水面が落ち着くのを待って、1人目の登場ということになります。さあ、まもなく競技が開始。ブルーフラグが出ました。それではコールいたしましょう。チームジェットフィールド市川直樹。さあ、それぞれの前後投入の登場です。さあ、市川直樹は神奈川県は厚木市からの遠征。チームジェットフィールド。さあ、チームプロフィール渡辺康之。ですね。なんか魚が流れてきて助かる。いたいた。バレットリック大きいですからね。そうですね。さあ、ファーストトリック。どこそこ出ました、バレットル。さあ、一本がですね、さあ、これもワンハンドバレルロールに戻ってまいりました渡辺康之。さあ、続いてはバックフリップ乗ってます。持ち時間があと15秒切りました。さあ、これも対決が長いバレーボール。さあ、フローティングワンハンド。さあ、渡辺義行でした。どうも拍手ありがとうございました。ありがとうございます。これもパフォーマンスです。さあ、赤のマシンは分けまさき。2チームとも世界チャンピオン出てますからね。そうですね。初めて世界チャンピオンを出したのがブローヒム、そして2人目の日本チャンピオンを出したのがブンフリースタイル。この2大政党で競われています。世界ですからね。そうですね。明けまさきが円熟みを増した熟練の技を見せてくれるかどうか。さあ、ゆっくりと。この人はね、実はものすごく緊張するタイプの人なんですね。顔はね、笑ってるんですけどもね、かなり緊張するタイプだということです。それは乗り越えての。ファーストトリック、バックフリップ、綺麗に決まった。2回転、3回転、4回転。これはいった。今日ファーストトリック、バックフリップ、綺麗に決まった。2回転、3回転、4回転。ファーストトリック、バックフリップ、綺麗に決まった。2回転、3回転、4回転。ファーストトリック、バックフリップ、綺麗に決まった。2回転、3回転。初代プロクラスができた時の初代プロメンバーです。さあ、高さが出ました。バレルロール、高くて回りすぎるぐらい高さが出ました。バレルロール、初代プロメンバーなんですね。そうですね。さあ、エアーターンからのバックフリップ。お、綺麗に回りましたね今の。さあ、ガッツポーズが出ました。京都からエントリー、そしていきなりのクワトロバックフリップ、4回転を見せてくれました。わけまさきでした。ありがとうございました。拍手。